ナビゲーターのあやかです。さて、一攫千金を得ようとする強者が集まるベーリング海のカニ漁って知ってますか？何でも40日間必死で働けば500万円、うまくすると1500万円稼げるとも言われているようです。ただその内容は尋常じゃないようです。ベーリング海のカニ漁。僕の名前はカニダカネオ。知ってるか？ケガニやタラバガニといえば高級カニの代名詞だけど、日本では特に珍重され、大きなものや形の良いものであれば一杯数万円で取引されることもある。そしてこれらのカニは寒い地方で育ったものほど身が締まり味が良いと言われている。というのも、寒い地域ではカニの餌となるプランクトンがよく育つため、それらを狙ってたくさんのカニが集まるからなんだ。そしてたらふくプランクトンを食べたカニはやがて高額で取引されるまでに成長していく。ちなみに高級なカニはアラスカや、日本であれば北海道近海で水揚げされる。だけど中でも太平洋最北部に位置するベーリング海で取れるカニは特に上質で、味がよく人気が高い。でもベーリング海ではカニの乱獲を避けるため、1年で40日間のみしかカニ漁ができない。ただもしこの間に大量のカニを捕獲すれば大金を手にすることができる。だからこそこのカニ漁には一攫千金を得ようとする強者たちが群がる。でも想像以上に壮絶なんだ。命を落とすことだってある。そう、それは去年の話。僕はお金に困っている。大学卒業後一流企業に勤務していたが、ふとしたことから FX にはまった。気がつけば借金が膨らみ、会社の金に手をつけクビになった。仕事などすぐ見つかると高をくくっていたが、世間は思うより不況。結局次の就職が決まらぬまま1年が経ち、貯金も底をついた。そんな時インターネットで目にしたベーリング海でのカニ漁作業員の募集。何でも40日間必死で働けば500万円、うまくすると1500万円稼げるらしい。一攫千金を狙うのが好きな僕にぴったりの仕事じゃないか。そう思って迷うことなく応募した。応募者が港に呼び集められると書類にサインをさせられる。何でもこの仕事中に事故に遭ったり時に死んだりすることもあるらしい。労災なんて言葉はない。全ては自己責任。そんな書類にサインをしたら船へ乗せられた。船の中には世界中から一攫千金を夢見た男が集まっている。日本人は僕以外にあと2人。1人はいかにも訳ありそうな屈強な男で A と U。 もう1人はパッと見たところどこにでもいそうなサラリーマン風情の B。 同胞のよしみで3人は同部屋となり旅が始まった。船が移動し、目指すベーリング海が近づくと波が半端なく高くなり、異様な寒さとなった。波が高いということは船が強烈に揺れるということで、三半規管に自信がある僕もさすがに参ってしまう。バンジージャンプを永遠にしているような感じなのだ。漁場に着くまでの間にも僕たちには仕事がある。船体についた氷を砕き落とす作業だ。マイナス30度の世界では船体にかかった波しぶきがそのまま氷となってこびりつく。それを放っておくと機械不良や転覆の原因になるという。交互に荒れるデッキでハンマーを振り回して作業した。なあ、君はなぜこの船に乗ったの？僕は会社をクビになったことを簡単に話した。そうか、私は子供の治療費のためなんだ。3歳になる娘が生まれつきの難病で、海外で治療を受けるためには莫大な費用がかかる。それをなんとか稼ぐために来たんだ。そうなんだ。僕は自分の目的の小ささにちょっと恥ずかしくなった。そうこうしているうちにようやく船が漁場に到着した。ここからが本番だ。わずか40日間で取れたカニの量で報酬が決定する。睡眠時間は1日3時間。寝る間だって惜しい。サバイバルスーツを身につけた。カニを捕獲するため重量500キロを超える網かごに誘導用の餌を仕込む。それを海に沈め、時間を置いて引き上げる。その繰り返し。鉄でできた網かごが頭上を行き来し、鋼のロープが顔の横をすり抜ける。睡眠時間が短く体力の限界にある僕たちは皆精神的な余裕などない。ちょっとしたアクシデントで喧嘩が始まる。
それはつかみ合いとなり、船からどちらかが突き落とされることもあった。それを目にしても誰も何も言わない。一人減れば分け前が増える。そんな思考回路しか芽生えない。玉の喜びといえば大量の網かごをあげた時だ。その時だけは誰もが一瞬笑みを浮かべる。そんな日が続き、僕の体力も限界に達していた。一瞬目の前が暗くなり、そばにあるものにしがみつこうとして空振りをしてしまった。バランスを崩した僕の腕を B がつかみ、次の瞬間 B の体が斜めに滑った。 B さん！ B は瞬く間に荒れ狂う波に飲まれた。僕は気が狂ったように叫んだ。人が落ちた！人が落ちた！誰も振り向こうとはしない。目の前の作業と自分の命を守ることで精一杯。ほっとけ、ここは全部自己責任さ。僕はここが命がけの場所であるということを思い出した。ただ降りたくても途中で引き返すことはもうできない。 B さん。僕は B さんの落ちた海を直視できなかった。忘れるようにただただ目の前の仕事に集中した。漁が始まって20日が経った頃、隣室の白人男に異変が起こった。氷点下の甲板で突然サバイバルスーツを脱ぎ捨て踊り出したのだ。それは長く続かずバタリと倒れた。ベーリング海症候群だ。人間の限界を超えるストレスで脳に異常をきたす症状だという。その男の体を海に投げ落とすと、その後も漁は粛々と続けられた。そんなこんなで漁を終えて港に帰る頃には乗組員は3分の2に減っていた。奇跡的に生還を果たした僕と A、 報酬を受け取りそれぞれ帰国の準備を始めた。これ。別れ際 A が封筒を差し出した。あんたは B と仲良かっただろ、これ B の家族に渡してくれ。3歳の娘のために命を懸けた B、 生きて帰ることができずどれほど悔しかっただろうか。一攫千金、それはあまりに過酷で、そして悲しい。日本に帰ったら地道で安全な仕事を探そう。僕は A に手を振り、ヒロを急いだ。はい、おかえりなさい。いかがでしたでしょうか。命をかけて得られる対価として考えると、決してその報酬は高いとは言えない気がしますよね。さあ、今日も時間が来てしまいました。今日も暖かい部屋でゆっくり休んで疲れを癒してくださいね。それじゃあ、おやすみなさい。またね。バイバーイ。